バーソロミュークマに飛ばされたルフィがたどり着いたのは、オーカ七部海ボア・ハンコックが治める尿ヶ島アマゾンリリーだった。当初気ままに振る舞うルフィを敵視するハンコックだったが、やがてルフィの大気に触れて心を許し、すっかり惚れ込んでしまう。そんな中、重大な事件が報じられる。黒ひげマーシャル・ディ・ティーチがルフィの兄エースを捕らえ、新たに七部海に任じられたという。エースが海軍によって公開処刑されることを知ったルフィは、ハンコックの助力を得て兄が幽閉されているインペルダウンに潜入。そこでバギーや元バロックワークスのエージェントたち、革命軍幹部イワンコフら囚人たちの協力で最下層に到達するが、エースは海軍本部に移送されていた。俺行くよ海軍本部、もし諦めたら悔いが残る。上層階への通路を塞がれた一行は、さらにかつての強敵クロコダイル、戦争に反対して投獄されたオーカ七部海海峡のジンベエを加え脱出を図る。そんなルフィたちの前に意外な男が現れ、かつてジャヤで出会いエースを捕らえて海軍に引き渡した張本人、黒ひげであった。ずはー、久しぶりだな麦わら。もうすぐ始まるぞ、おめえの兄貴の公開処刑がよ。ずはー。黒ひげに挑発され、怒りに任せて戦いを挑むルフィだが、ジンベエの説得によりエースの救出を優先してインペルダウンを脱出する。しかし海軍本部へ続く航路上には正義の門が立ちはだかる。それを開くためミスター2はただ一人獄内に残った。ポンちゃん、門がもう閉まる。俺たち行くよ。ありがとう麦ちゃん。必ず兄貴救ってこいや。ミスター2の覚悟を胸に海軍本部マリンフォードへ向かうルフィたち。そこにはすでに海軍大将やオーカ七部海海兵の大軍勢が集結していた。公開処刑を前に海軍本部元帥戦国はこの戦争の意義について語る。それはエースの生い立ちに関する驚くべき事実であった。3分やろ。ここは海軍本部マリンフォード。白ひげ海賊団との決戦に備え、海軍大将やオーカ七部海をはじめとした大軍勢が集結していた。公開処刑を前に海軍本部元帥戦国はこの戦争の意義について語る。諸君らに話しておくことがある。ポートガス D エース、この男が今日ここで死ぬことの大きな意味についてだ。エース、お前の父親の名を言ってみろ。俺の父親は白ひげだ。違う。違わねえ、白ひげだけだ。他にはいねえ。当時我々はかすかな情報を頼りに必死に探したのだ。あの男の子供がいるかもしれないと。世界最大の悪の血を引いて生まれてきた子供、それがお前だ。知らんわけではあるまい。お前の父親は海賊王ゴールドロジャーだ。2年前か、お前が自身の海賊団を結成し、船長として卓越した力と速度でこの海を駆け上がっていった時、我々はようやく気づいたのだ。ロジャーの血が絶えていなかったことに。だが我々と時を同じくして
それに気づいた白ひげはお前を次の海賊王に育て上げるべく、かつてのライバルの息子を自分の船に乗せた。違う。俺が親父を海賊王にするためにあの船に。そう思っているのはお前だけだ。現に我々が迂闊に手を出せなくなった。お前は白ひげに守られていたんだ。そして放置すれば必ず海賊次世代の頂点に立つ資質を発揮し始める。だからこそここでお前の首を取ることには大きな意味がある。たとえ白ひげとの全面戦争になろうともだ。まさか。湾内海底に影が。モビーディック号が来た。白ひげ。えららららら、何十年ぶりだ戦国。俺の愛する息子は無事なんだろうな。えららららら、らちょっと待ってな、エース。親父。勢力で上回ろうが、勝ちと鷹をくくるなよ。最後を迎えるのは我々かもしれんのだ。あの男は世界を滅ぼす力を持っているんだ。ゲララ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 ラ、アイスエイジ。若造が。ルフィ、エース、やっと会えた。助けに来たぞ。久しぶりだな白ひげ。なぜお前が白ひげをかばう。やっぱりこのおっさんが白ひげか。じゃあ手出すな。エースはこのおっさんを気に入ってんだ。小僧、その麦わら帽子、赤髪が昔かぶってたやつによく似てるな。おっさん、シャンクス知ってんのか。これ預かってんだ、シャンクスから。兄貴を助けに来たのか。そうだ。相手が誰だか分かってんだろうな。おめえの時じゃ命はねえぞ。うるせえ。おめえがそんなこと決めんな。俺は知ってんだぞ。お前海賊王になりてんだろ。海賊王になるのは俺だ。そんな生意気な。足引っ張りやがったら承知しねえぞ、放ったれ。俺は俺のやりてえようにやる。エースは俺が助ける。待ってろ白ひげ。邪魔な火事どもを消してからだ。奴らを広場に上陸させるな。この湾内で確実に仕留めろ。デザートベル。麦わ
殿のルフィを討とう。この男は未来の有害人士、エースと共に育った義兄弟であり、その本当は革命家ドラゴンの実の息子だ。あのドラゴンの、さっさと広場に上陸しておく。邪魔しやがる。全隊戦闘用意。言われは俺が始末する。こんな戦争二度とね。七武海で盛り上げようじゃねえか。何がおかしい、ドフラミンゴ。何がおかしいかって、この時代の真ん中にいる感じさ。しまった、お前ら俺から離れろ。やめろ、ドフラミンゴ。海賊が悪、海軍が正義。そんなものはいくらでも塗り替えられてきた。平和を知らねえガキどもと戦争を知らねえガキどもの価値観は違う。頂点に立つ者が善悪を塗り替える。今この場所こそ中立だ。正義は勝つって、そりゃそうだもん。勝者だけが正義だ。
ざかしい。もうダメだ、やられる。じゃあ見つめてんのか。必ず生きてここへ来ると信じておった。じゃあ先を急ぐのじゃ。そら、じゃあわらわが行く。覚悟は良い。じゃあ他は来ちゃう。そら、面白い。どうほうのために私も戦うがね。そこまでよ。マジで。あなたたちの思い通りにはさせません。麦わらボーイを死なせないことで私の使命で決める。楽しませてもらったぜ。無駄だ。これ以上敵を勢いづかせるな。行くぜ。てめえはここで終わりだ。おいおい、わらわは何をしようとも許せない。なぜなら、そうです、わらわが美しいから。ふざけたことを抜かしやがる。ホワイト、サーブル。エースは必ず返してもらうよい。サーブルスペザード。止まるわけにもいかねえ。撤退だ。サーブレス。引けねえよ。スパーだ。そこまでだ。サーブルス。最後まで戦えなくてすみません。じゃあ、じゃあ、Yeah!
サーブルスピザーブ油断したな。サーブルスピザーブルーキー一人に戦況を左右されるな。野郎ども、このまま押し潰せ。ルフィ、わしに策がある。ついてくる。わかった。サーブルス、サーブルス、あげんぞ白ひげ海賊だ。その間、包囲壁の準備はできているな。作動させろ。
始めろ若犬。流星火山。これより速やかにフォートガス D エースの処刑を執行する。全部死刑でいいんでしょ、戦国さん。フロンナ、あの小僧と人命を援護してやれ。手遅れにならんぜ、早く。あれは、いやー、もう帰りたい。やつを返り討ちにしたい。正気ですか。なにや、やけだ。私と戦いたいのかい。やさかの野郎、おや、手ごわそうだね。こっちにあれ。いいよ、わしがやろう。なんとかしねえと、あいつらもうエースを。これは効くね。
あらら、とうとうここまで。堂々としちょるの、ドラゴンの息子。かわいいね、この若さ。エースは返してもらうぞ。ここゴムのスタンプガトリング、いや、セカンド。遅いね。お前のじいさんは恩人だが仕方ねえよな。お前にはまだこのステージは早すぎる。ナイスブロック。デザートビュント。ダイルハイ。無駄だ。サービスペシャード。ダイルハイ。セロ。ロケット。俺を誰だと思ってやがる。兄貴と一緒にここで死んどくか。ちょっとそこどいてくれるか。ロケット。そこまでだ。デザートベント。死に。デザート。ちょっとそこどいてくれるか。誰か呼ぶなよ。デザートベント。へよっ。おい、そら。おいおい、ちょっと。そら。じゃあ、そら。アクティカ。貴様。悪く思うなよ。無駄だ。だけじゃねえ、麦わらのルフィ。力がねえのなら救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。それ見たことか。だから言わんこうっちゃなっせべる。息はあんの、麦わらボーイ。岩ちゃん、離せ、おっさん。俺は、こいつはもう十分やった。手当てを。あ、はい。いらねえ、そんな時間ねえよ。邪魔すんな。エースは俺の世界でたった一人の兄弟なんだぞ。必ず俺が助け。
遠ざくだけの威勢の塊、若く無様、そういうバカは好きだぜ。大したもんじゃねえか。